経営ってのは人を働かせる、投資ってのはお金を働かせる。フランチャイズチャンネル。不動産太陽光投資をしてきました。注意点を教えてください。うん、これは今までずっとこの方問い合わせっていうか相談いただいたんですけど、ずっと不動産からまず入って太陽光投資とかをしてきて、これがサラリーマン副業としてやったんだけど、まあうまくいっちゃって、もう本業よりも全然こっちで食えるからやめちゃって、今はこの何年かこう不動産太陽光でやってますという人ですね。これはイメージできますよね。はい。で、ちょうど前回のね、4つのクワッドランドの話と絡む話なんで、これをこの回に持ってきましたけど、竹田地区にもね、こういうことやってるって人はいますよね。いますね。うん。で、まあ最大はね、やっぱり大阪のオーナーさんですけど、でも僕が言いたいのは、彼はやっぱりすごい成功例だと思うね。みんなはああなんない。そうね。うん。失敗例もありましたからね。で、根本は前回の話を思い出していただきたいんですけど、やっぱり経営と投資っていうのはですね、違うんですよ。経営っていうのは人を働かせる。投資っていうのはお金を働かせる。向いてる人、向いてない人っていうのがね、分かれるんだよね。傾向としてはね。結局、筋肉が違うみたいな感じなんですよ。だから両方できるってなかなか難しい。まあまさに今のところはと言っておきますけど、経営はうまいけれども投資は下手というふうにね、まあ実例ですよね。本当はね、でもこの経営と投資の間にこうコインランドリーとかあったりすると思うんですね。トランクルームもそうだね。この間出ていただいたコインランドリーはちょうど完全な投資じゃないです。経営、完全な経営でもない、ちょっと中間にあるっていう感じですね。だから相談いただいた方は、まあトランクルームとかコインランドリーをやってみるっていうのは一つ分かるんじゃないかなというふうには思いますね。同じお金儲けでもね、やっぱり儲ける、同じ儲けると言っても、どうやって儲けるか、人を働かせて儲かるのか、お金を働かせて儲けるのかでは随分違いますと。この人の場合ですね、どこで判断したらいいかっていうと、やっぱり人が使えるかって話なんですよね。投資型の人っていうのはですね、どうしてもこう通帳のお金が増えていくのをずっと眺めてるっていうのが好きなんですよ。そういう人は投資に向いてます。人が使えるっていうことだったら、やっぱりこれは経営に向いてます。そこはやっぱり大きな一線があるんじゃないかなというふうに思いますね。で、最後にその関西のね、大オーナーのあの方はやっぱりもともとがね、不動産をサラリーマン時代に不動産をやってて、それじゃあやっぱり面白くないって感覚がかなりあったって言ってたからね。経営がしたかったんだよね。だから経営 してみたらやっぱりうまくいったっていう、非常に珍しい例じゃないかなというふうには思います。経営ができるから投資ができるわけじゃないし、投資ができるから経営ができるわけじゃないっていうのはやっぱり大いにあると思います。はい。フランチャイズ相談所では皆さんのコメント相談をお待ちしてます。ね、意外と再生回数が少ないんですけれども、結構なんかいろんな問い合わせいただきますよね。なんですけど、こっそりみんな問い合わせをしてくれるんですけど、コメント欄が寂しいんで、ぜひぜひいろんなコメントとか、まあね、こっそりいろいろね相談したいこともあると思うんで、それはね、メールもあるんで、いろいろご連絡お待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。